2020年8月16日、賛美第5、第10主日の礼拝を始めましょう。ご起立ください。詩編の33編から購読いたしましょう。主は天から目を注ぎ、人の子らを残らずご覧になる。イスラエルのところから地に住むすべてのものに目を注がれる。主は彼らの心をそれぞれ皆作り、彼らの技のすべてを読み取る方。見よ、主の目は主を恐れる者に注がれる。その恵みを待ち望む者に。彼らの魂を死から救い出し、飢饉の時にも彼らを生きながらえさせるために。私たちの魂は主を待ち望む。主は我らの助け、我らの盾。まことに私たちの心は主を喜ぶ。私たちは聖なる皆に信頼している。主よ、あなたの恵みが私たちの上にありますように。私たちはあなたを待ち望んだ時。開会の祈りを捧げます。父なる神様、先の戦争から75年が経ちました。日本は原子爆弾と大空襲を受け、都市という都市は破壊され、多くの人々が犠牲となりました。しかし同時に日本は無益で無謀な戦争によってアジアの国々を苦しめました。その傷は今も残っています。私たちはその過ちを悔い改め、被害を受けた方々に心からお詫びをします。どうぞ同じ主イエス・キリストを信じる者たちが、民族の違いを乗り越えて理解と和解の道を歩むことができますよう助けてください。そして共に力を合わせ、アジアの国々に平和が保たれ、伝道、宣教が進みますように。今日の礼拝の祝福とともに、イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。聖歌の新聖歌の37番、主よ命の言葉。
ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死に下られ、よみに下り、三日に死人のうちなるよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の御に座したのより、賢より鍛えて生ける者と死にたる者と裁きとまわり、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、生徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。お座りください。新聖歌172番、望みも消えくまで。その後、世界のために祈り、今日はザンビアの国のために祈ります。天の父なる神様、この時間、ザンビア共和国のために祈ります。人口の大多数は最低水準で生計を立てており、きれいな水を使用することができずに 50% に達する子どもたちが栄養失調で苦しんでいます。ザンビア共和国には70万人のエイズ孤児がおり、多くの教団でエイズ拡散を抑えようと実用的な政策を受け入れたことにより、この10年でエイズ感染率を大きく減らしてくださったことに感謝いたします。主よ、ザンビア共和国の政府が多くの社会問題を克服し、賢い政策と解決策を見つけることができますように。教会は聖書を表面的に教えることで聖書をよく理解することができません。この地に訓練された多くの教師と牧会者たちが
養成されることを切に願います。外国から来た礼拝形式と構造はアフリカ文化と福音をつなげることができずに、非聖書的な土着信仰と混合主義は未だに霊的に大きな問題となっています。この地の教会が聖書的理解を持ってアフリカの文化に適切な健康な教会を立て上げてください。この10年の間にザンビア共和国の教会は宣教に多くの関心を持ってきました。しかし未だにスビア族とコイサン族のような西南部に居住する少数民族はほとんど福音を聞くことができずにいます。イスラム教は非常に積極的にザンビアを攻撃し急成長しています。この地にその歩みを通して力ある福音を伝える多くの働き人たちと信じる者たちを立ててくださいますように。主の憐れみを注ぎ、多くの魂が主に出会わせてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。愛する天のお父様、今日もこの教会で神様の御前に礼拝を捧げることができることを感謝いたします。どうぞ今日の説教をあなたがどうぞ祝福してくださり、御霊を下る牧師の上にもどうぞあなたがこの御霊を持って僕をどうぞお導きくださいますように。どうぞ、コロナが未然ともよく収束できますようにお祈りいたします。この祈りを皆様の名によってお祈りします。アーメン。ルカの福音書9章10節から17節まで。さて、人たちは帰ってきて自分たちのしてきたことを報告した。それからイエスは彼らを連れてベツサイダという町へ密かに退かれた。ところが多くの群衆がこれを知ってついてきた。それでイエスは喜んで彼らを迎え、神の国のことを話し、また癒しの必要な人たちをお癒しになった。そのうち日も暮れ始めたので12人は身元に来て、この群衆を解散させてください、そして周りの村や部落にあって宿を取らせ、何か食べることができるようにさせてください、私たちはこんな人だぞ離れたところにいるのですから、と言った。しかしイエスは彼らに言われた。あなた方で何か食べるものをあげなさい。彼らは言った。私たちには5つのパンと2匹の魚のほか何もありません。私たちが出かけて行ってこの民全体のために食べ物を買うのでしょうか。それは男だけでおよそ5000人もいたからである。しかしイエスは弟子たちに言われた。人々を50人ぐらいずつに組にして座らせなさい。弟子たちはそのようにして全部を座らせた。するとイエスは5つのパンと2匹の魚を取り、天を見上げてそれらを祝福して裂き、群衆に配るように弟子たちに与えられた。人々は皆食べて満腹した。そして余ったパン切れを取り集めると12カゴあった。イエス様が2匹の魚と5つのパンを増やして5000人以上の人々に食べ物を与えたという奇跡、これが行われましたのはガリレー湖に面したベツサイダという町の近くでした。そこには今もイエス様のこの5000人の給食を記念する教会が立っています。ヨハネ6の4によりますと、それは杉越の祭りが近づいた春先の頃だったということが書かれています。
またヨハネ6の10を見ますと、お人々が草の上に座ったと書いてあります。イスラエルで草がたくさんあるのはこの時期以外にありません。ですからこの奇跡が行われたのは十字架のちょうど1年前ということになります。で、今回はこの奇跡が王であるイエス様を示しているのだということを学びたいと思います。ルカ9章の初めにはイエス様が12弟子をまちまち村々に使わした、そして神の国を述べ伝えさせたことが書かれています。やがて弟子たちはその宣教旅行から帰ってきました。その時イエス様は弟子たちと一緒にカペナウムからベツサイダに退かれました。弟子たちに休息を与えるためです。ところがイエス様がベツサイダに行かれたことを知った群衆はイエス様の後を追いかけてきました。それでもイエス様はその人たちを喜んで迎え入れ、神の国のことを話し始めました。11節にイエスは喜んで彼らを迎え神の国のことを話したとある通りです。ヨハネ6の3によりますと、この時イエス様は山に登り弟子たちと一緒にそこに座られたとあります。これは皆さんマタイの5章を思い出しませんか。マタイの5章1節から2節、いわゆる山上の水群と呼ばれているところですが、そこでイエス様は山に登りお座りになると弟子たちが身元に来た。そこでイエスは口を開き彼らに教えて言われたと書いてあります。その箇所で山に登り座るとありますのは、単にそこに腰を下ろしたということを言っているわけではありません。これは王様が臣下たちを従いまして一段と高いところにある玉座に座るということを意味しています。イエス様はイスラエルの王として来られたお方です。本来なら王宮にいてその玉座に着座されるべきお方です。イエス様の頭には冠もなく、またその身なりは大変質素でありました。けれどもイエス様は神の国の王です。ですからそれがたとえ山の上に転がっている石の一つであったとしても、イエス様がそこに座るときにはそれは玉座になります。そこから語られる言葉は王の御事りになるのです。古代の王たちはある地域を自分の支配下に置いたときにはすぐさま新しい法律を作り賞罰を明らかにしました。イエス様も神の国の到来を宣言し、人々に神の民として生きるようにとその生き方をお教えになったわけです。このベツサイダの野で人々は熱心にイエス様の教えに耳を傾けました。時の経つのも忘れることでした。太陽が傾きかけたのを見て弟子たちは心配になってきました。そしてイエス様にこう言いました。12節、ルカの12節です。この群衆を解散させてください。そして周りの村や部落にやって宿を取らせ、何か食べることができるようにさせてください。私たちはこんな人だと離れたところにいるのですから。ところがイエスも弟子たちにこうおっしゃいました。13節、あなた方で何か食べるものをあげなさい。ところがそこには5つのパンと2匹の魚しかありませんでした。そんなわずかなもので5000人もの人たちをに食べさせる、まあそんなわずかなものでは5000人もの人々に何の役にも立ちません。
どう考えても人々をここで解散させるのが常識にかなっています。弟子たちはイエス様が自分たちに何か無理なことを命じているように、そんな気がしたことだろうと思います。イエス様は弟子たちに、あなた方で何か食べるものをあげなさい、そうおっしゃいましたけれども、あなた方だけでとは言いませんでした。イエス様が私たちに何かを命じられるときは、私たちにそれを私たちの力だけで達成せよとはおっしゃらないのです。必ず私たちを助け、私たちに命じたことを達成させてください。イエス様は私たちに助けを与えることなく命令だけを与えるということは決してありません。しかし弟子たちはイエス様の助けによってこのことができるんだという信仰をこの時は持つことができませんでした。フィリピ 2-13 にこんな言葉があります。神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせ、ことを行わせてください。これは神様の働きにおいては、私たちが何かを願ったり計画したり働いている、そう見えても、実は神様が私たちの心に願いを起こし計画を与え、私たちを働かせてくださっているんだということを言っています。主体は神様、私たちはその神様の働きに、神様の技に加わらせていただいているんだということですね。で、5000人の給食の場合も同じです。イエス様は弟子たちに、あなた方で何か食べるものをあげなさい、そうおっしゃいましたけれども、その食べ物を用意なさるのはイエス様です。弟子たちはそれを配るというそのことによって、弟子たちの配るということによって、このイエス様の奇跡に加わったのです。でイエス様はそこにありました5つのパンと2匹の魚をまず自由に弟子たちに分けました。それを12等分したら、わずかなものがもっとわずかなものになりますね。ところが弟子たちが受け取ったのはそんなわずかなものではないのです。おそらく1回あたり50人分の食べ物を弟子たちはもう抱えきれないほどのものを受け取っただろうと思うのです。と言いますのは、聖書にイエス様が人々を50人ずつ組にして座らせたとありますから、弟子たちは1回あたり50人分の食べ物をイエス様から受け取って、それを50人ずつのグループにおそらく配っていったんだろうと思います。それから50人分の食事をもし10回往復してイエス様から受け取って人々に配ったとします。それで12弟子いますから、50×10×12 は6000になりませんか？計算合ってますか？それで5000人以上の人々を養うことができた。彼らに十分な食べ物を与えることができたと思うのです。弟子たちはこのイエス様のお力によって、イエス様があなた方の手で人々に食べ物を与えなさいっていう命令を達成したのです。で、この奇跡はイエス様が人々を養う王であるということを明らかにしています。詩編23編でダビデは歌いました。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。主は私を緑の牧場に伏させ、憩いの水のほとりに伴われます。羊飼いが羊に青草を与えるように、一国の牧者である王はその国民に
豊かな食べ物を与えます。ダビデが歌いましたのは、後にダビデの子として世においでになるイエス・キリストのことでした。ダビデはこの時知らずしてイエス・キリストを預言していたのです。王であるイエス様は霊の糧である神の言葉によって私たちの魂を満たしてくださいます。そればかりでなく、私たちのあらゆる必要、生活の必要も満たしてくださいます。詩編の37-25に、私が若かった時も、また年をいった今も、正しいものが見捨てられたり、その子孫が食べ物を買うのを見たことがないとあります。私は自分のことでも、また他の信仰者のことでありましても、この御言葉が真実だということを本当に数多く見てまいりました。皆さんも同じ体験があり、同じ証をたくさん持っていらっしゃると思います。イエス・キリストは信じる者を豊かに養ってくださる私たちの王です。この奇跡に驚きましたが、それが意味していることを正しく理解するには至りませんでした。けれどもヨハネの6-15というところを言いますと、そこでイエスは人々が自分を王とするために無理やりに連れて行こうとしているのを知って、ただ一人また山に退かれたとあります。人々はこの奇跡によってイエス様が王であるということを部分的には受け入れたのです。けれどもそれは、こんな奇跡ができるイエス様を新しい王様にしたら、ローマに戦いを挑んで籠城したとしても食べ物に困ることはない、そう考えたからにすぎません。それでイエス様は、私は命のパンです、ヨハネの6-48、そうおっしゃいました。イエス様は人々の都合に合わせてパンを与える王ではないのだ、ご自身がパンであり、人々にご自身をパンとして与えるお方である、そうおっしゃったのです。そしてこう続けました。続けてヨハネの6章から読んでいますが、ヨハネの6-51、私は天から下ってきた生きるパンです。誰でもこのパンを食べるなら永遠に生きます。また私が与えようとするパンは世の命のための私の肉です。これを聞いた人たちは、この人はどのようにしてその肉を私たちに与えて食べさせることができるのか、そう言いまして、イエス様とイエス様のお言葉につまずきました。霊的な救い、また霊の糧を求める心がなく、地上のこと、胃袋を満たすパンのことだけしか考えていなかったからです。イエス様はさらにこう言われます。ヨハネの6-53-57です。少し長いですが読んでみましょう。まことにまことにあなた方に告げます、人の子の肉を食べ、またその血を飲まなければあなた方のうちに命はありません。私の肉を食べ、私の血を飲む者は永遠の命を持っています。私は終わりの日にその人をよみがえらせます。私の肉はまことの食物、私の血はまことの飲み物だからです。私の肉を食べ、私の血を飲む者は私のうちにとどまり、私も彼のうちにとどまります。生ける父が私を使わし、私が父によって生きているように、私を食べる者も私によって生きるのです。これはイエス様の死、しかも十字架の死を指しています。イエス様は十字架でその身体を裂かれました、血を流されました。
ご自分の命を注ぎ出して、その命によって私たちを生かしてくださったのです。パン、血も命を表します。私たち食べ物がなかったら死んでしまいますね。私たちの体を流れる血は養分を隅々までに送ります。だから聖書は血は命を表すものとして使われています。イエス様の体を食べ、その血を飲むというのは、イエス様を信じてイエス様の命、永遠の命を受け取るということを言っているのです。罪の許しのために祭壇の上で犠牲が殺され、血が流され、それはユダヤの人だったら誰でも知っていることでした。終わりの日、よみがえり、イエス様はその言葉を使われましたけれども、それもユダヤの人々には決して新しい言葉ではありません。永遠の命、これは人々が求めてやまないものでした。しかし人々はその永遠の命がイエス様にあること、イエス様ご自身が永遠の命なんだということを信じたかったのです。それでイエス様の言葉を理解することができませんでした。また人々は、王が人々の身代わりに死ぬ、牧者が犠牲の子羊となって死ぬ、それを理解できなかったのです。人々は王様のために死ぬことはあったとしても、王様が人々のために死ぬということはない。牧者、羊飼いは、時には羊をほふってそれを食べることがあったとしても、牧者が羊のために死ぬということは理解できなかったのです。けれども、そうしたことがイスラエルの歴史でも、また他の国々でも決してなかったわけではありません。少し日本のお話をいたしますが、戦国時代、1582年のことです。備中といいますと岡山のことですね。その高松城の首相でありました、城主でありました清水宗春、彼はわずかな人数で秀吉の軍勢を防いでいました。秀吉が毛利を攻めるんですが、その高松城は毛利を守るその先端にあったわけです。でこの清水宗春の抵抗に手を焼きました秀吉は、高松城が湿地帯にあることに目をつけまして、大規模な堤防を作らせます。そして川の水を城に向けて流し込んだのです。梅雨の時期でもありましたので、高松城は城内まで水浸しとなりまして、まるで湖の中にぽっかりと浮かんだ、孤島のよう、島のようになりました。この時本能寺の変が起こり、秀吉はそれを知ります。それで彼は和睦を急ぎました。で、和睦の条件に宗春の命を求めたのです。宗春は自分一人の死によって高松城にいる5000の兵と領民が救われるのだったらというので、それを受け入れました。城にいた一同はそのことを聞いて泣きむせりました。それは自分たちが救われてよかったということでは決してありません。宗春の領主、また城主としての真実に対する感動の涙でした。6月23日、宗春は小舟に乗りまして、秀吉の陣地に向かいます。そして46歳で世を去りました。彼の死は、秀吉をはじめとして敵方の武将たちにも称賛されました。宗春の身代わりの死、それは
神の御子イエス様の尊い人はもちろん比べ物にはなりませんけれども、イエス様の十字架の死を理解する助けにはなると思います。イエス様は王です。イエス様は王として私たちに必要なパンを与えてくださるお方です。けれどもイエス様が与えてくださるパンとは実はイエス様ご自身です。イエス様は私は命のパンです、私を食べなさいと言って自らを差し出しておられます。イエス様が命のパンでイエス様を食べるというのはイエス様を信じるということです。そしてイエス様とイエス様を信じるということは単にイエス様の教えを教えとして受け入れて自分の精神修養に役立てる、そういうことではない。イエス様というお方、ご人格であるイエス様を人格である私が丸ごと受け入れるということです。イエス・キリストおやつやお菓子のようにしてではなく、このお方なしは生きていけない、主食として食べるということ、それがイエス様を信じイエス様の命で生かされるということなのです。そのような信仰によってイエス・キリストを私たちの心、生活、人生受け入れようではありませんか。そしてこのお方によって生かされる豊かな命を日々に喜び楽しみたいと思います。それによって養われ成長していきたいと思います。そしてさらに弟子たちがパンを人々に配ったように、命のパンであるイエス・キリストを人々に届けるキリストの弟子となりたいと思います。お祈りを捧げましょう。父なる神様、私たちに誠の食べ物、誠の飲み物であるイエス・キリストをお与えくださったことを感謝します。イエス様は言われました。私が来たのは羊が命を得、またそれを豊かに持つためです。どうぞイエス・キリストへの信仰によってイエス様がくださる命の豊かさを日々に体験させてください。私たちの王である、主であるイエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。ご起立ください。新聖歌156番、我は主にありて楽しい。
トの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方すべてと共にありますように。アーメン。はい、中尾先生、杉村司です。そして、ダラスの、長老教会の皆様、1年間のこの守りを感謝いたします。中尾先生は私の北米のホールネス教団の同僚でありましたし、本当に先生の豊富な知識のそういう蓄積から来るメッセージ、そしてその深さ、それはいつも私は感激感嘆しておりました。どうぞ先生が願ってらっしゃったその説教集、出版されたらいいですね。同時にそのメッセージを通して多くの方々が、そのダラスの近辺の日本人がその働きを通し、教会の働きを通して多くの方が救われ導かれていくことができますようにと心から願い、そしてお祈りをしております。あなた方のうちに願いを起こさせ、それを実現させてくださるのは神だと、それは神の良しとするところだという言葉がピリピの2章の13にあります。その言葉のごとくに神様はこれからもその願いを豊かなものとしてくださるようにと心から願っています。先生の働き、教会の働きの上に続いて豊かな見守りと祝福があるように、主イエス様の御名によって信じて祝福してお祈りをします。アメン。あの1周年のお祝いのメッセージをちょっと遅れましたけれども送っていただきました。今先生はオレンジ郡のアーバインという、小さな町ですけれども、そこに、伝道所を作られて、何人かの先生方でそこを守っていらっしゃるようですね。で今日本にいらっしゃるんですが、日本からわざわざメッセージを送ってくださいました。他に何か特別なお知らせありますか？あのウェブリトリートはなんか締め切りが書いてあって、それをお伝えしたんですが、なんか締め切りもう少し伸ばしますということだそうです。今百数十人の申し込みがあるということで、まだ余裕があるようですので、余裕っていうか別にね、会場があるわけじゃありませんからね、ただ Zoom の方は100人ぐらいが限度なのかもしれませんが、ただ参加できますので、よろしかったら申し込んでください。他に、お互いのことで何かお知らせあることとかありますか？来週はどうですね、はい、大丈夫ですか？今日一緒にお祈りできることなり、また心に覚えておきたいことがありましたら、どうぞ。ふさこさんはその後、もう今自宅に帰ってらっしゃって、なんか心臓がね止まりそうになったということで、エマージェンシーに担がれたんですけれども、なんか飲んでるお薬のせいだったらしくて、それを調整すれば大丈夫ということのようです。またあの近況を、もしもっと新しい近況をご存知だったら、私が知っているのはそのぐらいなんですけど、大丈夫ですか？続けてお祈りしましょうね、はい、他にお祈りすべき方ありますか？大丈夫ですか？はい、朝子さんのこと言ってもいいですか？分かってる方から言ってください。朝子さんが先週バレエを教えている生徒の中でコロナの陽性反応が出たということで、明日検査をして、で今家で自粛しているということでした。どうかお祈りください。ご家族もね、家族の中で感染
陰性であればまたね、心配なく活動できますので、はい、そのようなことになりましょう。それからプレイノはもう学校がオンラインで始まりましたね。先週から始まって、レーバーデー明けから普通の授業になるようです。日本語学校の方はどうなってますか？中学校の方の、場所を借りているので、その学校がオープンしないと使えないので、そこがちょうどケルトの、方なんですけれども、そちらもレイバーで9月の5日、6日ぐらいからオープンする予定は未定で、今のところそういう話で進んでいるようですが、今のところはズームです。オンライン、はい。準備なさる先生方も大変でしょうし、親御さんが一番大変だからですね、子供を見てやらなければいけないからね、そのことも覚えてお祈りしましょう。とにかくレーバーで明けといっても予定ですから、感染状況によって変わりますので、本当に子供たちが安全でね、学校に戻れるように祈りたいと思います。はい、それでは今日はまだ少し時間ありますので、どうぞどなたか、お二人ぐらいの方代表してお祈りください。その他の祈りがあったら付け加えて結構です。お願いいたします。どうぞ導かれるままに間を置かないでお祈りしてください。すみません、はい、まだありますか？もちろん主人が血圧が結構高くて、なかなか薬をちょっと飲ましたけど落ちてないですね。家でずっと自宅で働いていることが多分ストレスかなと。仕事も多いし、休む時間も長いで、もう150以上で、下も箱が超えるぐらい今の状態ですから、と祈りをずっとしてくださいって。ありがとうございます。また山崎さんの2週間前にちょっと主人と一緒に訪ねるとして行ったんですけど、お引越しをしたそうですね。老人、その家に住所で行ったら行くて電話したら、そこから近いところの老人ホームに入ったそうです。だからお会いはできなく帰ってきましたけど、住所とかだと送ってくださいと話をしたんですけど、また連絡ないんですけど、そこは老人ホームだから、今コロナだから許可をもらわない、なかなか入られないですね、家族以外に。今そう引っ越ししたということ、皆さん山崎さんのためにも祈りましょう。はい、それではどうぞ自由に間を置かないでお祈りください。守られ、1週間を過ごすことができ感謝いたします。この、ダラスの天気を、感謝いたします。この、今コロナで大変の中、フサコさんが、心臓の病気で、入院されたということ、それで結局その薬が原因だということが分かり、その調整で本当に、体が良い状態に戻るようにどうかあなたが助けてください。また兄弟の、血圧のことをどうかあなたが覚えてください。教会のために一生懸命働き、そして私たちのためにこの礼拝を本当に助けてくださっているこの兄弟のために、どうかイエス様、この血圧のことをどうかあなたが助けてください。薬のこと、薬も
薬やいろんな治療がなされています。どうか一番いい効果的な治療法が兄弟の上にありますように。そして朝子さんが、朝子さんの生徒がコロナに感染したことが分かりました。どうか、月曜日の検査で、本当に、陽性かどうかがはっきりします。どうかイエス様、どうか、朝子さんの心に平安があり、そして彼女と その家族家族の健康をお守りください。大変な中、たくさんの人たちが苦しんでいる中、どうかすべての人たちにあなたをいつも願い求める心をどうか与えてください。尊き主イエスキリストの皆によりまして感謝してお祈りいたします。少人数でありますが、みんなで集まれて礼拝をできることを心より感謝いたします。こうやって毎週大変の中をリムさんが、いろいろとビデオを作ってくださったり、パンフレットを作ってくださったり、教会のためにいろいろお時間を割いてくださっています。彼も体の具合があまり良くない中、時間を割いてお忙しい中やってくださることを本当に心より感謝いたします。どうか血圧も下がり、ストレスも少なくなって、体の具合が良くなり、一日も良くなりますように。それから毎週来ていらっしゃった朝子さんも、明日コロナ関係のテストを受けます。どうか陰性になって元気にまた活躍されることができますように。世の中の人が今コロナによって、コロナの病気、またコロナの影響によってストレスが増えたり、いろいろな精神的に弱くなったり、いろんなことが起きています。どうかこんな時こそみんなで力を合わせて、この世の中で戦っていく強い力、そしてあなたの愛をどうか注いでください。ここの教会で来ていらっしゃった方々、皆さんが元気でこの礼拝をビデオによって受けて健康でいられることができますように、どうかお守りください。世界でこのコロナだけではなく、いろいろなことで苦しんだり悩んだり、体を痛めている人、心を痛めている人が多くいます。どうかこの世界が平和で、愛を、あなたの愛を受けることができて、みんなが健康で生きてくることができますように、どうかお導きください。あなたの皆によってお祈りいたします。天のお父様、学校が始まりました。日本語補習校も新年度が始まりました。どうぞオンラインから通常の授業へと滞りなく移ることができますように、あなたがこの感染をとどめて子どもたちを守ってくださるように、その、カリフォルニアでは山火事が あります。また日本でも大変な暑さで、人々が病気になったり亡くなったりしています。どうぞ憐れんでくださって、このいろいろと人間の心だけでなく自然までもが、狂ってしまっているこの時代、あなたの助けを願いながら、あなたの御前にしっかりと歩むことができますよう導いてください。今回の南カリフォルニアのリトリート、オンラインで行います。多くの人が参加なさって、一緒にこのコロナパンデミックのことを考えながら、この時私たちが何をしなければならないか、一緒に学ぶことができますように、助けてください。これを役立ててくださるようにお願いいたします。また四中教会の牧師先生はじめ、長老の方々、働き人の
一人一人をこの病気から守ってくださって、今も普段よりもほんと少ない人数ですが、英語の礼拝、韓国の礼拝が行われています。どうぞこれを用いてくださって、この祈りが神様この地域を、はい、またアメリカの祝福のために役立つことができ、多くの同胞が救われていくことができますようにお願いいたします。老人ホームに移りました山崎さんも覚えてくださって、どうぞその中で健康を守られ、あなたのお言葉をたくさん聞いてまいりましたから、どうぞあなたに心を開き、あなたを受け入れることができますように、また良い機会が与えられて、共に、集うことができ、また訪問することができる、その機会が与えられますように。私たちの知らないところで痛みを覚えている方々、あなたが今日も癒してください。あなたは大勢の群衆を必要な人々に手を置いて癒しを与えられました。私たちはそのことを信じています。どうぞ信仰。キリストの尊いお名前で信じて祈ります。アーメン。Go in peace。平安のうちに行きましょう。アーメン。